どうもこんにちはこんばんはチャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している一万です、えー、本日もこのコーナーでは今日朗読していく作品を紹介していきたいと思います、えー、今日朗読していく作品はですね直樹35作前の独立です、えー、直三35は1891年生まれ1934年没の小説家です で今も続いているあの芥川賞そして、えー、エンターテインメント系の方の作品に与えられるという直木賞の由来になった作家さんなんですね直木35の賞な直木賞っていうことなんですよ、まあ、ちょっと僕が無知っていうのもあって実は知らなかったのでああそんな作家さんなんだってちょっと驚いた覚えがありますそしてですね、えー、直木35っていうのはなんか 変わっっっったたペンネームだなてて思ってちょっと調べたんですけどえ31歳の時に直木31っていうペンネームで活動してたんですってで以降誕生日を迎えるごとに3233って名前を変えていったんですけど33と34の時ちょっと勘違いでなんかいろいろごちゃごちゃしたみたいでそれ以降はもう3535 35でえ固定にしたようですね。 1>, えー、1年ごとにペンネームを変えていくなんていうね面白い作家さんなんだなぁと、えー、感じましたで作家仲間のこう菊池寛からはですねもういい加減ペンネームを変えることはやめろと忠告されたりしたこともあったようですねそして、えー、本日朗読していくのは大岡越前といえばですねドラマで名さばきが有名なお奉行さんですけれども そのような人間性が垣間見れるようなね作品になっておりますのでえ楽しんでいただければ幸いですそれでは改めまして直樹35作大岡越前の独立ですそれでは本編をどうぞ 直樹35大岡越前の独立1弁室のふすまを開けると「休養でござりますかな」と早口に言って越前の守は松平伊豆守信時の前へ座った「休養と申すほどではないが」。 天一坊と申す者のうわを聞いたかと信時は唇で微笑しながらじっと越前守の,の目を見た越前守はうなずくと何か諸子代より申し越して参りましたか奥坊主が廊下でお茶を持って参りましたと大声を出した越前守が手をたたくと ふすまを開けて「おさむうござります」とおじぎをして2人の前へ茶を置くとしとやかに出ていった茶室好みの小部屋へはもう夜が隅々へ入っていてしみじみと冷たさが死んだ「ご楽印と称して確かな証拠品も所持いたすよし今お上へ大声がござりますか」 と聞くとく信時は声高に笑うと「女将もあれで若い自分にはなかなかお達者だったのだのうまだもう二人いるはずだが」とそう現れてこられてはたまらぬそこでもし心証の娯楽院であった場合にはどう処置してよいか。 信時はここで言葉を切るとじっと唇を曲げながら越前を見た越前の守は黙っていた信時は茶碗の蓋を置くと熱い茶を口元まで持って行って「偽物と明らかになれば申し分はない万一娯楽院と決まった折には何と申すか」 一口茶をすすると「大義真を滅すとでも言うか徳川家のためにたとえ本物であろうとも偽物として処置しなければならぬ。信時は茶を下へ置いて朱塗り火鉢をなでながら「その訳は下世話に言う宇より育ち」。 二十歳を越すまで素性を癒しく育った者をこの城中へ入れることはいろいろと兵がある二つにはこの周囲には浪人者の不定な都配がいるらしいこの者の,の処分に万一口出しでもあってそのままにつけておくとなると煩いの種をまくことになる五当家万代のためには たたただ名をただ名がただがてるといろいろの例もありこのことはおみもよろしく取り計らうようとのお言葉もありよし本物であろうとも偽物として越前処分してもらいたい。どうじゃな越前守はうつむいたままであった。 府は不憫であっても厳重に処置する方策をもって望んでもらいたいという相談じゃよくわかりましたと越前守は顔を上げた徳と観光をつかまつりますが府内へ到着するまでにはまだまだ余日もあること到着の上にてそれはそうじゃが うしたことを忘れぬように。到着いたしたならすぐめし取っての「くと「観光いたしまする」越前守が「くと「観光いたしまする」と言ったならその上誰がどうそれ以上奥を言わせようとしても言うものではなかった越前守は一人の感情型を選択する時に「百を二つに割るといくらだ」 と聞いた50。明らかすぎる50であるが、その人はそろばんを持ってきて、100と置き、2と置いて、いちいちはじいてから、50でござります。と答えた。越前、微笑して、よろしい。感情型はそこまで念を入れなければいけない。よろしい。 と褒めたがその念入りの越前みが「くと観光いたします」と二度まで言ったから信時は「頼む」と言って四段に移った2低い灰空だ雪になるか雨になるかしみじみと 冷たさのしむたそがれだ。のぶときはまきえした黒漆の大火鉢へかけた金網の上へ背中を丸めながら唇をゆがめたり目を閉じたりそれからせきをしたりせきはせきばくとした古書院いっぱいに反響してけたたましかった。堺右京ただいま立ち戻りましてございますが。 廊下で足音が止まると障子の腰のところですんだ声がしたのぶ時は体を起こすと「これへ」と言った「火をもて」と去っていく足音へ声をかけると炭火をかき分けて座り直した夜が薄くかかってきた障子へ火の影が動いて足音が近づくと 酒井右京目にござります」「戻ったか許す」と飛ぶ時は微笑した明かりが障子に近々と揺れると右京の背後から二人の腰元が触台を下げて入ってきたその裾の下を右京は二三弱執行すると閉腹して「つ,つがなくご尊体を拝し」と言いかけると きは手を振って「挨拶はよいここへ参れ」と言うと食台を置いた女中へ目で早く去るように合図をした「見苦しきなりにておめえをけがしまする」「うか偽か」と両手を膝へ置いてうつむいている右京へ問いかけた「ご楽院に相違ござりませぬ」 信時は右京のまげをじっと見つめながらしばらく黙っていた越前から誰か調べに参ったような形跡はなかったか越前からとを仰せられますと忠けじゃあ越前守からは一向にいまだそのような様子も見受けませぬうん信時は 火箸を灰へ突き立てて押さえながら残りなく調べたのうは村役人庄屋近くの者ども小売奉行所へも参りましてござりまする」と海中から村役人小売奉行在犯の天一坊の身元についての調査書を出すとご覧くだされまするよと前へ置いた。 信時は食台の方へ向くと大判美濃紙を薄くつづった書類を眺めて「ふうん存じより申さず」が多いはのは沢乃井と申されるおなごもその母親も十数年前に死去いたし小売奉行村役人とも当時在勤の者がおりませずただ 近所の百姓どもの申し分には確かに娯楽院らしき小児が官能院におりましたがいつの間にかいなくなったと申すばかりにてみなみな天一望を娯楽院と心得ておりまする信時は書類を置くと「大義であった近々もう一度行ってもらいたい」はっ寒かったであろう道中は さほどでもござりませぬ。御前のご好物みかんを持ち戻りましてござりますがうん珍重じゃのこの冬にない初物じゃゆっくり休むがよい右京の去った後で信時はもう一度書類を読み直したが床の間から川帯のかかった手箱を取ると城を開けて 下の方へしまい込んでしまった。伊賀、よかったなあと越前守を送り出して赤川大膳と部屋へ入ってくると天一坊は人根の上へ立ったまま簡単的にだが低い声をかけた。山の内伊賀之助は、 節目のまま黙って自分の座へ座った天一望が座りかけて何か言おうとするのを目で制していると2人の女中がすり足に入ってきて目も上げずに越前神の,の座っていた座布団を持っていった天一望の後ろにいた上楽院が「いや山内殿の智弁には今更ながらつくづく恐れ入った」。 さすがの大岡越前守も一言もなく尻尾を巻いて引き下がっていったがいや感服感服伊賀は黙って両腕を組んだままうつむいていたが「いいや」と低くつぶやくと首を振った「何か」と大善が三方の上の勝ちぐりをつまみながら 伊賀の顔をのぞくと越前の腹が分からぬ腹とは飴色あめ色網代の乗り物へ乗ったわけはとか紫生地花いの縄文幕を打ったわけはとかそれほどのことをわざわざ聞くような越前ではないキャツはちゃんと心得ていて聞いたのだ聞かれると返答せんわけにはまいらぬ 拙者が答えるとじっと拙者の顔をちらっと天一望殿の顔を「さよう拙者へもチロリと薄気味の悪い目を向けたが越前はよく人相を見るというでないかのうと上楽院が衣をまくり上げて長きせるへタバコを詰めながら口を出した。 人相はともかく問答に事寄せて眼色を伺いに参ったご楽印か偽り者か問答しながら顔色を見ようと「うまうまはまった」と伊賀之助はうつむいて目を閉じた越前守が伊賀之助へ「あめ色網代の籠へなぜ許しもなくおのりめさる」 といった口調は「返答によっては差し置かぬぞ」という鋭さが含まれていた人々はそれを伊賀之助がどう裁くかこの問答が一後の不沈であると心臓をあえがせながら血を冷たくさせながら全身的の緊張で聞き入ったが「天一望がご楽院ならば飴色であろうと三つ葉葵であろうと」 そんなことは末の話であった。伊賀之助は十分にそれを承知していたがそう質問されて答えないわけにはいかなかっただが答えて明快に説明していると天一坊も大前も上洛院も少し顔を赤くし身を硬くしこめかみを膨らせて微笑したり目を見合わせたり。 そして越前神は伊賀之助の話を聞くよりも4人の顔色の変化をじっと伺っている方が多かった少なくも伊賀之助には越前のそうした態度がよく分かっていただが越前が皆の顔色を見ているから表情を変えぬようにとは言えなかったし駐座してそれを一同に伝えて越前神の,の目を警戒させるには すでに遅くなりすぎていた。天一望が心象の落因であるということに疑いのない以上そういう問答によって顔色を変える必要はなかったが人々は天一望も付け人も越前を名判官であると信じその証拠物の調べによりこの問答の考説によりもしかしたなら何がどうなるかわからぬと考えていただけに。 伊賀の助との一問一答には汗を流したのであった「うむ」とカチカチ音立ててかんでいた干しりを頬の中へしまいながら「なるほどよう偽物にしようというのか」と天一坊は口早に額を青白くしながら叫んだ伊賀の助はうつむいたまま首を振って そうでもないそうでもないと伊賀は黙っていた一座の人々は不安な空気に圧迫されていろいろな幻想を急速に回転させながら伊賀の広い額をじっと見つめていた4単細で狩りを描いた老中のたまりの間にいた信時は 禅が登場したと聞くと「弁室へ!と」と奥坊主に行って立ち上がりながら稲葉佐渡守へ「頑固者じゃのうと微笑すると両手を突き出し腰を張って伸びをしながら「どれ!」と言って廊下へ出た「運んげんべりの畳敷きで天井の高い功労家は」 凍った風で寒かった。信時は急ぎ足に一つ角を曲がると、お待ちでござります。と、薄暗い廊下に坊主がうずくまって平服していた。信時は、加納政信の宝船の茶掛けのかかっている床の間を背に、存外早かったのと座った。取り調べて参りました。うん。 そして、まさしくご楽院に相違ござりませぬ信時は黙って越前守の,の襟元へ目をやっていたお墨付きご担当とも心象の上はご楽院と認めるよりほかにござりませぬしかし紀州においての取り調べによっていかに相なりまするか早速人を使わす所存でございますが 小国、小地において、ご楽院でないという証拠の上がらぬ限り、偽物として処置いたすことは、越前の薬義の表として、出来かねまする。しかし、と信時は追っかぶせて、先ろ申した通り、大の虫を殺して小の虫を生かすことわざだの。あの付け人のうちには、 山の内伊賀之助などと申す、なかなかのしたたか者がいるとのことだが、と越前の顔を見た。なかなかあっぱれなものでござります。死生者として、得体の知れぬものを、よし身損の証拠品があろうとも、ご当家のために、いいや、身損の証拠品があらば、得体は知れておりまする。 えたいがよし知れておっても、この間申したごとく。なれど、姿勢の根本は、ものを正すにござります。正しきを正しきとし、曲がれるを曲がれるとし、それはよく存じておる。越前が判乱としてそう申すのは、重々、信ときも返せる。しかし、天一望のことは、重大で、時としては、 姿勢の都合にて方を曲げることも。いや、方を曲げてよい姿勢はござりませぬ。正しき証拠のあるものを罪にすることは、姿勢の根本を覆すことでござりまする。もし、たってとの仰せならば、越前に代わって、南町奉行を余人に申し付けくだされたく、越前が職におりまする限り、ご郎中の仰せ、九宝様の仰せでござりましょうとも、 罪なき者を罰することはできませぬ」。信時は不機嫌となって唇をけいれんさせていた。しかしいまだ紀州の調べも済まず万事はその上のことでござりまするが越前が職にある限り法を方便には用いませぬ。このことがもし庶民に分かりました説は天一坊を五城内へ入れましたことよりも人心には危機が参りまする。 人民が死生者に依頼するは、死生者が法を曲げず、法は死生者によって歪めないからでござりまして、罪なき者を罰したとあっては、一国の法も、死生者の権威も、その時より地に落ちまする。天下の人心がご支配を頼まなくなりまするのと、天一望がここへ入りまするのと、いずれが重大か。 それはわかっておるがの、そっと処分して漏れなければ。半岸としての越前の良心が許しませぬ。半岸に法を守るの良心がなければ、法が乱れ、法の乱れは政治を乱す元いでござりまする。判官は漏れなければよいと申すような心がけでは務まりませる。壁にも耳、得意にも口と。 寸分間違いのないことを法に照らして処断するのが務めにござりまする。騎士へはすぐ使いを出すか取り急ぎ打ち立てまする。それでは万事その上といたそう。いや、越前の。と、信時はほがらかに笑って。そうなくてはならぬ。 幾度もうなずいた恐れ入りまする世間で評判の良いのももっともだのうとてもかなわぬわい越前あははははと信時は弁出いっぱいに笑った5 松平信時からの下級の使者が来たので紀州家付家老安藤立脇は自慢の南紀重国の脇差しとみかん一籠とかご等を家来に持たせて籠を急がせてきた信時は寒さに鼻の頭を赤くしながら入ってきた立脇を見ると「すまぬ」と軽くお辞儀をした「大事かな?」 六十を過ぎた立たきはすぐ火鉢を引き寄せると口早に聞いた「手をお借りしたい」さあ「さあさあいくらなりと」「天一坊の賢者が」と声を落とすと「越前が」と大岡越前守の,の意見を話してそれでキャツの下役が騎士上行かぬうちに何か 偽物だという証拠品をこしらえておいて使いがいったならそれをつかませて戻してもらいたいが昨日聞いた口の硬いものを一人二人うんお安いご用そこでとのぶときは酒井右京の持って戻った書類を出して小売奉行に村役人は これは頭ごなしに「千儀不行き届」「き。天一望は偽物でないか」「こういう証拠があるのに前任者へ責任を転嫁させるとは不都合千番」と叱ってもらえば一も2もあるまいなるほど賞や百姓の類いには流言を振りまいてもらえば 無知なやからは手もないてうん万事勝陰、即刻打ち立たせよ越前の手と手、余も今夜にはたつまいこれから戻って早馬なら四日道町奉行手付では十日はかかろうよし」と言うと立脇は立ち上がって「重国が一本出隊してまいった。 おきに目さばごさしりように」と挨拶すると老人は信きがあいずのひもを引いて鈴を鳴らすのも待たないでふすまを開けた一間隔たったところにいた侍が慌てて立つと「ご帰還にござりますか?」とおじぎをしたく これはお奉行様と庄屋は炉へ投げ出していた足を慌てて引っ込めると襟を合わせて座り直した下男は牛小屋へ引っ込むし子供は母親に引っ張られてびっくりしながら難度へ逃げ込んでしまった庄屋は不意の氷奉行の訪問に心臓を締めつけられながらロべりで平服した少し尋ねたいことがある。 はいはい、と両手をついたまま平伏してしまっていたあがらしてもらうぞはあ、と言った庄屋はすすぎの水をとらせようと家のものを見回したがだれもいないのでこれはこれはと言って両手をつきだしているうちに氷奉行はあがってしまったさすがに寒いのう。 ろへ手をかざしていると一人の侍が入ってきた奉行は振り向くと「さあこちらへむさいところで」と言った庄屋は「誰か早くお茶を持ってこんかい」と怒り声で叫んだ「右兵これだが」と一人の侍の持ってきた包みを開けると 氷奉行はすげかさを取り出した「はいはい!はい」と庄屋は両手をついた2人の侍の背後を庄屋の女房が両手を膝まで下げながらおずおずと通ると「はよせんかいバカが!」と庄屋が叱った「見覚えがあるか右兵は首を傾けて両手を膝へ置いて じっとすげかさを見ていると、それ、ほうたくとここに書いてあるの。はい。ほうたくとは誰のことが存じておるか。ほうたく？と右平は首を傾けた。ほうたくはてな、ほうたくさん、官能院の小像のほうたくを存じておるか。 あ,あと右兵は右手を宙に上げると笑顔になってあの天一坊様うんそうそうあの方は幼なじみ宝卓これはあの天一坊様のところであれがとんだ偽物でのええ江戸表から取り調べの役人が参られて この証拠のすげかさをお見つけになったが、それ、この黒いところは血じゃ。右兵はうなずいて口を開けたままであった。宝卓を殺しておいて、お墨付きと担当等を奪い取って、まんまと偽物め、天一望になりすましておるのじゃ。はあ。と右兵は血の跡だという黒い斑点と。 破れたた。ところとを眺めていたそこでこれは宝卓の書いた字にちがいないと思うがどうじゃはいはいさようでございましょう。と右兵が首を曲げてのぞいていると一人の侍が「偽りならば偽りと申せ」と鋭く言った「いいえまさしく宝卓さんの手でございます。 はい。偽りであるまいの。いいえあなた様。と右兵は眉をゆがめた。村方の者ども天一坊のことをいろいろと取り沙汰いたしておるが波のうわさとはことかわりうかつに方卓が天一坊などと申すととがめにあうぞ。右兵は膝の上へ頭をすりつけるようにお辞儀した。 父大岡越前守の,の手の奇襲調べの使いとして同心平田三五郎ほか一人の者が平沢村へ来たそして第一番に氷奉行のところへ来ると「重々お詫び申し上げねばなりませぬ」と氷奉行は二人を客前へ案内するとすぐに行った「お詫び」とは 以前五老中松平信時様よりお取り調べのお使いの参られました説にわかのこととで取り調べもつかまつらずと申しまするは拙者が当地へ赴任つかまつらぬ前のこととで一向に何事も存じ申さずそのよしを申し上げておきましたところ紀州家にてもいろいろのご詮議あり先日御楽院に疑いなき方託と申される方は 実は何者のためにかここを去る三里余り四方形峠の辻堂にてご殺害にお会いなされたよしその殺害者が当時の天一坊と思われまするがしてその証拠はただ一つ宝卓殿のおかぶりなされた菅笠ただいまこれへ持参いたさせまする 女中が趣向を運んできたまず一献いやその儀は取り調べ確定の上にてと三五郎は強硬な口調で言った氷売奉行は手をたたいて下役を呼ぶと「一軒の菅笠を持て」と命じた土蔵へしまってあった菅笠が2人の前へ置かれた。 古びた、うたしになっかすかに宝卓同行二人と読めるところどころ裂け目のついたすが傘であったなるほどと三五郎は障子の方へ傘をやってじっと眺めながら血でござろうなさよう無残にも頭からばっさり浴びせかけたと見えまする押した役を一人 その道まで拝借をお願いいたしたいかしこまりましてござる三里と申しても四里近くござろうが道はさほどでもと手をたたくと案内を申しつけた三五郎はそれから庄屋を村方を官能院を調べた人々は宝卓というかわいい子供がいたがいつの間にかいなくなった多分殺されたらしく 今の天一坊は偽物だ。多分宝卓を殺してお墨付きと担当等を奪い取ってずうずうしく娯楽院と称しているのだろうと噂した三五郎は証拠品として菅傘をそれから人々からの聴取書を持って江戸へ引き返してきた八 月橋の唐か金かの義母子は通行人の手連れで赤く光っていた南町奉行所へ対面についての心得を聞きに天一坊が通るというので人々は橋田元に集まって川を眺めたり焼き餅を食べたり大道占い師の口上を聞いたり隣の人と話を交えたりしていたおなごしをつまむのはコチトラだけだと思っていたらどうで なんしろひまだからのう。しもじもさまのようにどここことのたくりほっつけるわけじゃなしさ。いまだって7にんか8にんかのおこさまだろ。う。それがしふくかごふくさ。そのうえにこんだおそれながらおねがい申し上げたてまつりますうしのほねうまのほねとくら。どうで てめえ出来のいい女郎に子供を産ませてとこう眺めていると花は獅子花歯はラングイ親の因果が子に報いってつらだな。はっ <laughs> <laughs> 俺に似なくってもあいつに似りゃ天神様みたいなせがらだ。と知らぬは亭主ばかりなりってのしっ手先が混ざってやがる。 一人は慌てて袖を引いた。どこにそら身なりを変えてあいつかいアははは。ハ <laughs> うっかり将軍スケベなどと言おうものならきたきたうまく化けてやがら商売商売だ天一坊が偽物だってうわさもあるじゃねえかうんことによったら 橋の上で大取り物になるかのう町人たちが橋の上で堀端で話をしている真ん中を徒歩で馬上で侍が行きかかっていた源な慶長に兜首を取って250石それ以来稚業が上がったことがない式目の表では自分のもの3人を召し抱えていなくてはならぬが妻子5人が食べかねるでのう それがちょっと手がついて男の子だと申せば天一望も少なくて5万石いや部屋済みであろう部屋は部屋でも部屋が違うと大声に話しながら2人の国侍が大股に通り過ぎたいくら娯楽院だってしかし仕方がないだってお前 といいううような会話がくちぐちに取り交わされていたく。玄関を通って廊下へ出ると左右の部屋部屋には人々が居並んで頭を下げていた天一坊は得意と満足とそれからこういう厳粛さになれない興奮とからぼんやりしながら歩いていくと正面に 板戸のあある上がり口があった。その二三軒前まで行った時頂が後方から開かれると大岡越前守が上がり口の正面の上に突っ立っていた天一坊は心臓を圧迫されて目で微笑しながら軽くお辞儀をして近づいていくと「天一坊！と」と越前が大声で言った。 そして一人の侍の差し出した菅笠を天一坊へ突き出して見覚えあるかと激しい口調であったすぐ後方に続いていた赤川大膳は全身の神経で四方にいる越前の手先たちを眺め回した天一坊はなぜかわからなかったが越前の守の言葉が激しいので首を差し出して菅笠を覗き込むと たくとは偽り者めそれと叫ぶと右手で胸をついた天一望はよろめきながらどう言っていいかどうしていいかわからなかった自分が本当に娯楽院か違っているか山の内伊賀之助にそう言われるとそういう気もしたが越前みに ほうたくと呼ばれると氏も素性もない宝卓という気もした母親は彼の生まれた時に死んだし彼としては自分で楽園だと信じていい何の確証もなかった偽り者めと言われたからそれを否定しようと思ったが1年半近くご楽園と信じていてとっくに宝卓の生活を 自分の記憶から捨てていた天一坊にとって二つの生活があまりに違っているがためすべてが今胸を突かれたことも誰かが両腕を押さえていることも赤川の叫びも上楽院の号泣も騒がしさも一切が夢のように感じられた極端な二つの生活が 混乱して頭の中で素早く回転し明滅するとともに「いいえ!」と叫んで首を振ったが越前の神はもういなくなっていて縄が手首へ食い込んでいた「立ちません!」と耳元で誰かが叫んで背をついた大膳も両腕を上げながら 五六人人の役人に食いい下がられていた。左右の部屋部屋には多勢の人が助すきをかけて立っていた伊賀之助が楽院だと言った時それから後の生活それから今それらはすべて観音院の宝卓としての慣れた生活から見ると異想外の夢話であった。 天一坊はこうして縛られたのも夢でまたすぐ思いがけないことが起こって今度は将軍のそばにいるようになるかもしれぬ何が何だかここ一年余まり自分ではどう考えてもわけのわからないことばかりだどうにかまたなるだろう と思いながら動かすと締め付けて痛むほどに憤りを感じながら世の中って妙ですなと役人へ笑った「不敵者!と」と一人がにらんだ「大胆者めが!」 と一人が言った「十ただいま堺右京殿より下級のご向上を申し上げに参りましたが」とおつかい番新道西五郎が老中たまりの間の次から信時へ行った「それにて申せ大事ない」老中は三人。 火鉢を真ん中にして何か笑っていたが「ただいま南奉行お役宅におきまして天一坊上洛院赤川大膳以下を召し取りましてござりまする」「友の者一同も数寄屋橋を固めて籠の者まで残りなく」「山内と申すやつは」「品川の旅宿にて切腹との義にござります」「以上向上にござります」 ご苦労西五郎は平腹すると、そのまま二三尺後ろへ下がって、もう一度平伏して立ち上がると、出て行った。やったのと、信時は微笑した。越前め、どういう所存になったやら、と稲葉が呟いた。ここだけの話。 信時は声を低めた。あいつは融通の利かぬ男じゃから盾脇と談合の上ちょうど官能院の蔵の中に宝塔の傘のあったのを幸い犬の血をつけて切り目を作ってのう越前の下役どもの先回りをしてこれを偽物の証拠品にしておいたのじゃ。 ゼンめそれを探し出して偽物と考えたらしいがとんだ手品をさせられたものじゃ。<laughs> と朗らかに得意そうに笑った。判閑としては古今武類の神社が政治の妙器は分からぬでの法は生き物臨機応変に妙味があるが。 越前のは利妃極直、ただ法を曲げないことにもっぱらで」と申しかけるとあいつまたいろいろこねるでのう法は時勢とともに移るもので不変ではないわしの考えわしが越前なら天一望の処分は菅笠がなくともこう考えてよかろうのう つまり、その時代の人心に、死生者に利のある時には、法を曲げてもよいと。天一望の場合は、明らかに、かかる者を娯楽院として認めることは、天下人心によろしくもなく、ご当代のためにも二目じゃ。こういう時は、たとえ証拠品がなくとも、 偽物として処断する。つまり、法の活用じゃ。至極至極。と、信時は稲葉へうなずいた。板倉が。それでは、処分は後手がかりといたそうか。よろしかろう。世間にもいろいろと取り沙汰のある折から。 初段を明らかにするのは利益であろうそれでは月番の底元にお頼み申そうああ肩の荷が下りたそこで先の話の続きじゃがその女がと信時は板倉の顔を見た十一。 天一坊の処刑が済んでから暖かい一日安藤は脇老人が越前の守を訪ねたそして話の末に「あの菅笠は本当でござるか」と自分の計画がどの程度大岡を欺き得たかを知りたさにと同時にそれは 越前の,の器量を試すことにもなるという意味から聞くと越前は微笑して「ハハハハご老人は?と」とじっと瞳を見た越前に軽くこう言われて瞳を見られると縦脇は「感破しているのかな?」とさえ考えて軽く老愛したが そこもとの判断に間違いはあるまいが。いかにも、傘の審議でなく、判断の等不当、当申すと、もうずと傘は、誰かのいたずらかもしれませんが。と言って、越前はうつむいた。越前が、奇襲を調べ、証拠品を抑えて戻り、偽物と断じて処分したとなれば、 よし天一望が本物のご楽院であろうとも、人民の心には揺らぎが参りませぬ。信時殿は、当代の発明者にてござりますが、拙者のごとく、尽くすべきことを尽くして後に処断するのではなく、ただ対極論として、奉行所の職分を無視しておられるごとく、心得られまする。調べるべきを調べ、 求,むべきを求めて後の処刑ならば、よし後日あの菅笠が信時殿のお指図によって作られたものと分かりましたにせよ。越前がうまくいっぱいかかっただけにて、その不明な点に責任はあろうとも、人心はそこまで調べた奉行所へはやはり信頼を持ちまする。調べもせず、つまり奉行所がありながら、 その職務をお上の都合にていかようにも左右されると庶民に思い込ませるよりは、越前も失策した、しかしよく調べはしたと庶民に思われる方が、死生者としては政に忠なるものと心得まする。天一望を死死とすることの人心への影響は、越前とても十分に心得ておりまするが、それがし、奉行として、 法を守る限りあくまで法に従って庶民が安心して法によるようにいたしたいと存じまする立脇はしばらくうつむいて黙っていたがつぶやくように「あれはわしが作らせた」と言った「素人細工でござりますな」 越前盾脇は顔を上げると涙を浮かべていた「頼む越前家の宝国の宝」と言うと感激しやすい老人は涙を頬へ伝わしながら「そうなくてはならぬ」はいる。 恥じるとりょうてをひざへついてきもののうえへなみだをポタポタおとした。